にちは、レオンチャンネルです。ではこの4番の充電池のザクトルをガブリボルバーとガブティラと恐竜人で音声確認していきたいと思います。まずはガブティラから。続いて恐竜人。ザクトルは掃除の充電池なのでやっぱり電気音が入ってます。続いてガブリボルバでは常時2本にザクトルの充電池を入れて2種類の音声を一気に確認します。以上、4番の充電池、ザクトルの音声確認レビューでした。